電撃文庫リスタート転生新選組。ここは巫舞の新選組屯所前川邸の玄関前だ。この抜けるような青空、のどかな緑の田園風景、翻る誠の旗、そして浅黄色のダンダラ羽織を着てにこやかに三人で歩いているこの人たちは新選組だ。近藤さん、土方さん、沖田さんの司令官三姉妹だ。しかもその会話はかつて俺が初めて巫舞に召喚された時に聞いた言葉と寸分たがわない。では今日は文久三年8月18日、朝廷を牛耳って倒幕挙兵を計画していた長州藩が会津藩と薩摩藩のクーデターによって御所から締め出された政変が起きた日、そして会津藩お預かりの巫舞浪士組が京を守護する新選組に昇格したその日だ。俺は初めて幕末に召喚された日に戻っている。函館で戦死した俺の魂はあの闇の世界に再び取り込まれていた。時間が逆流していて過去へと戻れる世界に、俺は闇に輝く多くの星の中から再びこの日この時をつかみ取って過去へ戻ってきたんだ。文久三年8月の巫舞へと。ならばこれは俺の三度目の人生、そして二度目の幕末。俺自身も未来から幕末に生きた当時に若返っている。服装がジャージ姿だ。にわかには信じられなかった。でも夢じゃない、これは現実だ。懐かしさと戸惑いと、そして再び生きている三人と出会えた喜びと、いろいろな感情がごちゃごちゃになって溢れてくる。迂闊にも俺は思わず叫んでいた。あの人が目の前にいる、生きている。土方さんがかけがえのない二人と一緒に語らい笑っている。土方さん、俺です、谷周平です。思わずそう叫んだ次の瞬間、俺は青ざめていた。バカ、俺は時間を逆行したんだぞ。土方さんが俺を覚えているはずがない。初対面なんだ。もう今日から函館まで共に戦い共に過ごした記憶は俺の脳内にしか残っていないんだ。貴様、何者だ。長州の患者か。掃除。はーい。驚くべき速度で沖田さんが俺の背後に回っていた。正面にはまだ完全な鬼の副長にはなりきれていないながらも、すでに今日を震撼させた冷血の女の表情になっている土方さん。沖田さんが俺の手首を縄で縛る。土方さんから尋問を受けた一周目よりもひどい初対面になってしまった。谷周平とか言ったな。お前なんだ、その黒ずくめの妙な様相は。顔は日本人だな。なぜ私の顔を見つめて涙ぐんでいる。私はお前など知らないぞ。やはり覚えていない。この出会いを再会だと喜んでいたのは俺だけだ。長州の患者には見えませんよ。土方さんの美貌に心を奪われて恋文を届けに来た殿方じゃないですか。土方さんが好きすぎて
つけ回していたんですよ。えへん、君、残念だったね。女の子は顔だけじゃないんだよ。土方さんの中身が残念な宝玉総称だって知っていればこんなことにはならなかったのにね。追い回すなら僕を追い回せばよかったのにね。大福をおごってくれたら一緒にトンボ狩りしてあげたのに。沖田さんも俺を覚えていない。当然近藤さんも。ならば一周目のように俺をかばって新選組に入隊させてはくれないだろう。俺の挙動はどう考えても不審者だ。かっちゃん、この男は見るからに怪しい。土蔵に放り込んで口を割らせよ。どうする。一周目では俺は最後まで自分の秘密を明かせずみんなの役に立てなかった。ならばこの初対面の場で秘密を打ち明けてしまえば土方さんの心の片隅に俺に関する何らかの記憶が断片的にでも残っていたら信じてもらえるかもしれない。土方さん、俺は長州の患者ではありません。俺は未来から来たんです。ずっと新選組と土方さんの未来を見てきました。そして過去に戻ってきたんです。土方さんの運命を変えるために。気が変わった。取り調べる必要もない。なんだお前は。何が未来人だ。患者失格だぞ。面妖なペテン姫、この場で切り殺す。最悪だ。やはり土方さんには俺と過ごした記憶がない。土方さんと再会できた喜びのあまり俺は選択を誤った。この日は新選組による長州狩りが始まったその日なんだ。出自を疑われるような発言は許されなかった。それなのに今その最悪手を俺は打ってしまった。役者のようだと京の人々が惚れ惚れとしていたその大きな目を細めた土方さんが腰の泉の神金貞を抜刀して俺の首筋に。まあまあ、トシちゃん落ち着いて。金貞を鞘に収めて。長州の患者さんがこんな意味不明の自己紹介をするはずがないでしょ。谷周平ちゃんでしたね。その様相はアメリカかイギリスの偉人さんからもらったものかしら。腰に刀を刺していないということは武士ではないのね。近藤さん、そうです。俺が着ているこのジャージは偉人の服です。俺は神戸の町人の子です。ですがもう帰る家も家族もありません。天涯孤独の身です。今日には食いぶちとねぐらを求めてやってきました。刀は持っていませんが剣術はある程度たしなんできました。俺は助け舟を出してくれた近藤さんに一周目と同じ身の上話を打ち明けた。